こんにちは、レタドールマイピーです。引き続き、1ヶ月半でピッチャーの投球フォームを柔らかく、しなやかにして球速をアップする方法ということで、前回可動域の、肩甲骨の可動域のチェックの方法をお伝えしました。で、今回からですね、その可動域を改善するため、広くするために、どういう方法があるのかっていうことで、お伝えをしていきたいと思います。で、今回、ご紹介する、トレーニングだったりストレッチの方法なんですけど、これは、大体、最低、週2、3、週2、3回から、週5回程度をめどに、やっていただければいいかなと思います。実際最低、2、3日に1回はですね、こなしていただければと、思いますので、やらなければいけない、やらなければいけないっていうことで、やはりその続かなくなってしまうと意味がないので、まず続けること、続けるためにはどうしたらいいのかっていうことで、無理なくですね、続けてい、っていただければと、思います。それではですね、早速やっていきます。まず、一つ目ですけど、これ、ブログのトップページの方でも、お伝えしてるんですけど、実際、ずっと、このシリーズでもお伝えしてますけど、プラスアルファで、行っていく、特にそのピッチャーですね、やはりその他の野手と比べて投げる頻度、肩への負担、肘への負担というのはやはり、大きくなってきますので、その回数、こなすこと、頻繁にやるっていうことも大事ですので、そういったプラスアルファとして、重なっている動きっていうものもたくさん、いくつか、あると思いますけど、そういった部分も改めてやっていくことが大事ということで認識をしていただければと、思います。では、まず一つ目ですけど、ブログのトップページでも紹介している、肘引きですね。そのまんま横にで、手のひらをまっすぐ伸ばした状態で引くときには立てる、そうすることによって後ろの肩甲骨の寄りがですね、より一層、寄りやすくなるということですね。真横にまっすぐ、真横にまっすぐ引くことを、お勧めします。で、回数としてはですね、その10回から、20回程度で、いいかと、思います。失礼しました。で、次ですね、次、やることは、ですね、立った状態でも座った状態でも、構わないんですけど、座ってやる方がよりその部分だけを意識して、リラックスした状態でやることができると思いますので、座ってからでも、座ってやった方が、リラックスした方がやり方でできるかもしれません。立ってでももちろん構いません。で、今回ちょっと立って、分かりやすく説明したいと思うんですけど、両腕をですね、真上に伸ばした状態で、手首をこういうふうに、右左と ひねりながら、ゆっくりと、下まで、降りてくる。で、また上に戻して下ろしてくると。で、こういうやり方ですね。横から見るとそのまんま真横にまっすぐですね。で、実際手首をこういうふうにひねるんですけど、手首をひねった時に、できればこう腕全体ですね、腕全体がこういうふうに、肩から先、腕全体が、ひねり
外と内側の方にひねりが加わるような意識を持って、上から下に下ろしてもらえると、より効果的なキラキラストレッチが、できます。で、今横肘引きと、キラキラストレッチ、やりましたけど、よくですね、息をこういう動きをするときに、自然と止めてしまったり止まっていることがありますので、しっかりと、呼吸をすること、大事です。特に、伸ばすとき、力を入れるときに息を吐いて、で、戻すときに、戻すときに、吸うという、習慣をつけていただくと、より、酸素を体の中に取り入れてですね、血流を良くする効果が上がっていきますので、伸ばすとき、力を入れるときに吐く、で戻すときに吸う。で、こういう言い方をするとですね、例えばこういうふうに肘とか肩をこう伸ばしているときに、伸ばしているときに、力を入れるときに息を吐くっていうことで、ずっとですね、こう吐きっぱなしに、する方もそういうふうに勘違いされる方も多いんですけど、伸ばすときにふと吐いてですね、でまたぐーっとゆっくり吐いた後にはまたその伸ばした状態で息を吸ってもらっても構いませんので、ゆっくりですね、息を吐きながら、伸ばしていく、伸ばすべきところを伸ばしていくっていうことが、大切になってきます。で、しっかりと呼吸することって大事ですので、決して息を止めるようなことがないようにですね、力を入れるときに息を吐いて、伸ばすときに息を吐いて、戻すとき、力を抜くときに、吸うという、基本的な考え方をベースにして、吐きっぱなし、吸いっぱなしに、ならないように、注意をしてもらいたいなと思います。それでは今回は、横肘引きキラキラをお伝えしました。で、横肘引きについては、大体10回から、20回程度ですね。で、キラキラについてはゆっくり時間をかけながらを1セットとして、大体、10セット程度ですねを、目処にやっていただければと思います。それでは、可動域を改善するための方法、やり方として、まず2つ今日はご紹介させていただきました。またこの続きは次回ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。